2023年春、桜の季節が京都にやってきました。春の京都桜めぐり2023。鴨川の東岸の青い橋から御園橋の間には約5000本の桜並木があります。前回は鴨川沿いの北大路橋と北山大橋の間、中良木の道の桜をご覧いただきました。最終回の今回は北山大橋から北側のソメイヨシノ並木をご覧いただきます。北山大橋北側では土手にソメイヨシノの大木が並びます。木陰にはのんびりと桜を見上げる花見客、青空をバックに桜が輝いていました。堤防の上の車道に上がって北山大橋に戻ります。
中良木の道へ戻って、今度は河川敷に降りて上を見ながら散策します。北山大橋と北大路橋、ちょうど真ん中ぐらいに北山飛石があります。鴨川水系に5カ所ある飛石のうちの一つです。この飛石を渡って対岸に向かいます。ここの飛石は三角形、ところどころに離合できる大きめの飛石があります。中洲は子供たちの遊び場となっていました。夏場なんかだと涼しくて良いかもしれませんね。良い天気だったこともあるのでしょう。結構往来があります。北山飛び石は他の飛び石より間隔が狭く、とても歩きやすいです。渡りきるまであと少し。渡りきりました。堤の階段を上り、対岸から中良木の道をご覧いただきます。最後の最後でつまずきましたが、なんとか転げずに済みました。春の京都桜めぐり2023、今回で最終回となります。京都夜散歩を含めて14本の動画となりました。概要欄に各動画の URL を貼っておきますので、興味のある方はご覧ください。春の京都桜めぐり2023、この一連の動画が面白かった、役に立ったなと思われましたら、高評価チャンネル登録のボタンをクリックよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。ややでした。